の笑顔発信、姫推し。今週のピックアップはこちら。姫推し、今週も始まりました。まずはこちら、現役看護師が看護の仕事を紹介する看護フェスティバル2024がエミフル真咲で開催されます。ただいま介護川柳コンクールの作品を募集中。番組の最後にお知らせします。そして今日は県総合運動公園の新しい取り組みについて詳しくご紹介します。この春から県総合運動公園の指定管理者がとべ森シーズとなり、エンターテインメント性や地域とのつながりを大事にした新たな取り組みを行っています。スポーツ、エマージングスポーツ、エンターテインメント、フード、スキルの5つの種で施設を育むというのをコンセプトにしています。5社の企業連合が、このとべ森シーズでございます。それぞれの企業が持つような、スキル、ノウハウ、そしてネットワークがありますので、そういったものを駆使して、集結させてどんどんイベントを、企てていきたいと思ってます。6月には小さなお子さんを対象とした自然を楽しむ親子イベントなども開催。さらに愛媛 FC 対ロアッソ熊本のアウェー戦、今日はこちらでパブリックビューイングが行われるということで、多くの方が集まっています。この日は地元産の食材を使ったお弁当やご当地グルメ、ドリンクが用意され、美味しい観戦グルメを食べながら試合を楽しめるのが特徴。お弁当の監修は世界料理オリンピック銅メダリストの近藤シェフです。できれば戸部さんのものをということで、ご注文いただきましたので、戸部にもいいものがたくさんあるのも再認識できましたし、皆さんサッカー好きな人が、はい、っていうターゲットが絞られているというか、じゃあこうしてみよう、ああしてみようって考えるのは結構楽しいですね。お弁当やご当地グルメも大好評。試合観戦は解説付きで、スタジアムでの応援とまた違う楽しみが。面白かったです。解説の方も普段聞けないようなことも聞けたんで、あと美味しく食べることもできたし、なんかお得な感じはしました。一人でスタジアムに行ってる時には話せない方とも一緒に話せて、すごく楽しい時間になっています。今後もこういったパブリックビューイング開催のほか、さまざまな企画を準備しています。イベントについてなど詳しくはホームページをご覧ください。今週の姫推しポイント、今後も楽しいイベントが盛りだくさん。県総合運動公園の新しい取り組みにぜひご注目ください。お待ちかね、今月のプレゼントです。西条市石槌の天然水を使ったジェラート6個セットを4名の方に、南海放送アプリからこの二次元コードを読み取ってご応募ください。ただいま介護川柳コンクールの作品を募集中。インターネット、はがき、ファックスからご応募ください。介護を通じて見えてくる人間模様や思いなど、575の17音に込めてみませんか。詳しくはホームページをご覧ください。